で、小川で、午後節に中継点ありがとうございました。続きまして、レギュラーシーズン終了にあたり、東京ヤクルトスワローズ高津慎吾監督によるファンの皆様へご挨拶を申し上げます。高津監督、よろしくお願いいたします。今年もたくさん神宮球場に足を運んでいただきましたファンの皆さん、そして、全国から、東京ヤクルトスワローズのために大きな声援を送ってくれたファンの皆さん、本当に1年間ありがとうございました。2023年、我々スワローズは大きな目標と大きな夢を抱いて、スタートしました。ただなかなかうまくいくこともなく、ちょっとファンの皆さんには、残念な思いをさせてしまいましたけれども、まだまだ発展途上だと思っております。昨年の10月、日本シリーズで日本一の胴上げを目の前で見ました。その悔しさを晴らすべく一生懸命今年頑張ってきたんですけども、それをその悔も、その悔しさを晴らすこともできず、本当にファンの皆さんにも寂しい思いをさせてしまいました。足りなかったことは一つや二つじゃありません。技術はもちろんですけれども、強い心、強い体、そして僕のマネジメント、この今月10月からどんどん鍛えていきたいと思います。ちょっと寂しいですけれども、今日の試合が今シーズン、東京ヤクルトスワローズの最後のゲームでした。また一冬越して強くなった選手を、来年の春また神宮で迎えてください。そしてだいぶお帰りになりましたけど、阪神タイガースファンの皆さん、はい、ちょっと悔しいですけど優勝おめでとうございます。相手監督から、言うのもなんですけれども、今年のタイガースは非常に強かったです。ぜひ CS を勝ち抜き、またセリーグに日本一のフラグを持って帰ってください。最後に、今年もたくさん非常に足を運んでいただきました。結果は少し残念な結果でしたけれども、また来年新しいスワローズを見に、神宮に来てください。そして、全国各地から新しくなった、スワローズをまた応援していただけますよう心からお願いいたしまして、簡単ではありますけれども締めの挨拶をさせていただきます。1年間本当に応援ありがとうございました。ファンの皆様、1年間温かいご声援